はい、皆さんこんにちは。プロ野球スピリッツ2014続きプレイしていきましょう。今日からは西武戦ですね。グライシンガーと小石、小関、どっちでしょう、投げ合いになります。オリックスとのゲーム差 0.5 のまま4位にいるというのは変わりませんので、下位チームに当たるライオンズ、3連勝を狙っていきたいと思います。オリックス今日どこと対戦するんでしょうかね。やっぱり戦ってみて分かるのはソフトバンクはやっぱり強いんですよね。ソフトバンク戦がどれだけ残ってるかっていうのもね、重要になっていきそうですね。おお、いきなり4点入れられてるのか今日は。お、ただ打線が爆発してます。パワちゃんは今日はスタメンではないんですが、試合の方は11対4と大きくリードしてますね。なおノーアウトランナー3塁2塁のチャンスで代打で登場です。バッターは7番に入っているパウアー。昨日は見事なホームランを放ちました。ピッチャーは誰でしょう。山口。データ確認しましょう。ストレートスライダー、これは狙いやすそうですね。スライダーストレート、カーブはほとんど投げてこなそうですね。ストレート1本で狙っていきます。まずはスライダーですね。ストライク外角いっぱいに決まってます。オーケー、追加点あげましたね。一時ね、4点先制された時はどうなるかと思いましたけども、これは対象の雰囲気ですね。パワちゃんはもうすでに退いています。14対4 10点差つけて勝ちました。打線爆発ですね。パワーちゃんも、1打数1安打1打点挙げましたね。お、ソフトバンクスオリックス戦だったんですね。オリックス負けてます。ソフトバンクにグッジョブソフトバンク。これで今3位に浮上しました。ここはね、一気に3連勝を狙いましょう。今日はスタメン出場です。ソフトバンクとオリックスがね、戦って、オリックスが負けている間にこっちは西武3立てしてですね、3位の地位、 A クラスの地位をね、確固たるものにしたいですね。まず1回の裏、2点先制されてます。ワンアウトランナー1塁で1打席目1巡目回ってきました。ピッチャーは外ですね。バッターボックスには指名打者のパウアー。昨日のゲームはバットでチームに貢献しています。ここはヒット打ってチャンスメイクしたいところですが、外のデータを確認しましょう。ツーシーム、スライダー、チェンジアップ、球種はそんなに多くないですね。ちょっとタイミング早かったですか。これも早かった。
あっという間にファールで追い込まれてしまった。打ちました。これはどうか。なんとかレフト前に運びましたね。これでワンアウトランナー二塁一塁です。ワンアウトランナー二塁一塁。1点も返せないか。さあ、依然2点ビハインドの場面ですね。ノーアウトランナーなしです。ここ先頭打者として塁に出たいですね。パウは入ります。先ほどの打席でヒットを放っています。チェンジアップ、タイミングを外されました。これはボール球。しまった。なんとか打順がね、打ってくれることを祈るしかない。ノーアウトランナー一塁、ライオンズ追加点上げて5点ビハインドですね。ここは流れを変えたい。諦めるにはまだ早いです。チェンジアップ外、チェンジアップ多いですね。ちょっとチェンジアップも頭に入れておきたいと思います。これは微妙に変化しました。何でしょう。変化球外れました。持ち球もう一回確認しましょう。さっきのボール何だったんでしょうか。カーブだったのかもしれないですね。ボールになります。スライダーが外角に外れて2ボール2ストライクです。これは二塁送球、フォースアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。チャンスメイクできませんでした。残念。1点でも返そう。返せないのか。8回の裏です。依然5点負けてる状態ですね。ライオンズピッチャーが、山口に変わりましたか。打順は3番パウアー。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。さあマウンドを任されたのは山口。うわ、打ちセカンドが構えます。ワキヤが、厳しい結果ですね。今日は完封負け。おお、もう一回回ってきましたか。9回の裏、ツーアウトランナー三塁一塁です。ここは自分のね、成績のために一本打ちましょう。藤原良平ですね。ストレート、スライダー、この2つに絞っていきます。まずはスライダーですね。2球続けてスライダー。これは落ちるかな。1点返しました。まさに一の一撃一打って感じですか。ちょっと遅かったですね。でも最後ね、2点返しましたけども、負けてしまいましたね。ピッチャー陣がね、もうちょっと踏ん張ってもらって2点ぐらいで抑えておいてくれるとよかったんですが、残念ですね。ラッキーなことにバッファローズも負けています。さあ西武との3戦目、ここは絶対に負けられません。
岸か。負けられないですね、岸には。今日もスタメンで出場をしています。絶対先制されちゃうな、西武には。この3連戦バッターは DH タウアー。現在打率は3割を上回っています。早めに追いついておきたいです。2アウトランナーありません。岸は球種がね豊富ですからね、あんまり打てないと思うんですよ。ストレート、スライダー、チェンジアップにカーブ、フォークも持ち球としてはありますね。そんなに大量得点は見込めないと思うので、ピッチャー陣はもうこの2点でね踏ん張ってもらって。落ちるか、ダメですね、落下点に入ってます。ピッチャー陣は2点、これで踏ん張ってもらって、打撃陣がね3点取るって言ってる矢先にもう5点取られてます。ここはね反撃しときたいですね。ツーアウトランナー3塁1塁、1点でもいいから返しておきたい。落ちるか、落ちろ、よし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 、ポテンヒット、ポテンヒットですが、タイムリーはタイムリー。もう1点返そう。よし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 。5回の裏ですね。2点差。バッターボックスには3番タウア。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ここは一発を狙っていきます。打った。これはどうか。一発っていうわけにはいきませんでしたが、ツーベース。バッターランナーは2塁到達。これで2試合連続。1点でもいいから返してほしいな。お、1点返してくれた。よし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 。うわー、ここで3点取られたのか。ピッチャー頼むよ。3番バッターパウア。7回の裏ですね。4点ビハインド。これもツーベースになりそう。ツーベース。1点も返せないか。9回の裏です。ワンアウトランナーなし、4点依然負けてます。厳しい場面。ピッチャー藤原良平に代わってます。さっきも対戦しましたね。ですがもうすでにデータ忘れちゃいました。ストレート、スライダー、そうでした。4本目ヒット打っちゃいますか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。膝元インコース、チェンジアップ、タイミングを外された形。ツーナッシングです。これも外れますね。うわー、打ち上げた。これはサードが落下点に入ります。負けてしまいましたね。残念ながらスワロットマリーンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はピッチャーが崩れてしまった。西武戦1勝2敗という結果ですね。
お、パワちゃん、今後お前をレギュラーとして起用していく期待に応えてくれということでね、ついに準レギュラーからレギュラーに上がりました。うわあ、今日はオリックス勝ってますね、ソフトバンクに。はい、ということで西武戦1勝2敗で負け越してしまって、チームも4位に転落してしまいました。あ、ですがね、パワちゃん、見事レギュラーに、次からね抜擢してもらえることに、なりました。レギュラーとしてね、A クラス入りに貢献をしていきたいと思います。というわけでね、今回も最後までご覧いただいた方ありがとうございました。次回以降ね、レギュラーとして出場していきますので、引き続きね応援の方よろしくお願いしたいと思います。